GIDLE、9月のガールズグループブランド評判1位に。ついでレッドベルベット、ズワイスラ写真イコールテレビレポート DB ガールズグループのブランド評判2018年9月ビッグデータ分析の結果、1位は GIDLE、2位はレッドベルベット、3位はズワイスの順で分析された。韓国企業評判研究所はガールズグループブランド評判ビッグデータ分析のために、2018年8月6日から2018年9月7日まで測定したブランドビッグデータ142万2834個を分析し、ガールズグループブランドに対する参加指数、メディア指数、コミュニケーション指数、コミュニティ指数でブランド評判指数を測定した。2018年9月ガールズグループブランド評判トップ30のランキングは、GIDLE、レッドベルベット、ツワイス、ブラックピンク、ママムー、少女時代、今月の少女、ルーナ、モモランド、宇宙少女、ベリーグッド、ラブリーズ、エーピンク、AOA、GFR、IEND、ラブーム、ウェキメキ、ティアラ、DIA、オーマイガール、エイプリル、ガールズデイ、FROMIS、アンダーバー級、EXID、プリスティン、GREAMCATCHER、CLC、トゥグダン、FIESTAR、アフタースクール、ソナムーの順だった。1位、GIDLE のブランドは参加指数554,336、メディア指数890,272、コミュニケーション指数488,314、コミュニティ指数241,3037になり、ブランド評判指数1,674,7959と分析された。8月ブランド評判指数351,9468に比べてみると 375.87% 上昇した。2位、レッドベルベットのブランドは参加指数779,212、メディア指数819,240、コミュニケーション指数216,236、コミュニティ指数473,5517になり、ブランド評判指数1,586,905と分析された。8月ブランド評判指数1,177,2519に比べてみると 34.80% 上昇した。3位、ツワイスのブランドは参加指数675,852、メディア指数793,8960、コミュニケーション指数1。564,734、コミュニティ指数401,2349になり、ブランド評判指数1,419,1895と分析された。8月のブランド評判指数1,543,6174に比べてみると 8.06% 下落した。4位、ブラックピンクのブランドは参加指数499,960、メディア指数473,3736、コミュニケーション指数473,6159、コミュニティ指数381,5121になり、ブランド評判指数1,377,5977と分析された。8月ブランド評判指数1,562,476に比べてみると 11.81% 下落した。
位、ママムーのブランドは参加指数322456、メディア指数413508、コミュニケーション指数718181、コミュニティ指数3301327になり、ブランド評判指数8476972と分析された。8月ブランド評判指数11208081に比べてみると 24.37% 下落した。続いて、2018年9月ガールズグループブランド評判1位を記録した GIDLE のブランドに対するリンク分析では、可愛らしい、爽やか、可愛い、が高く、キーワード分析では、ハン1、チョンソヨン1位が高く出た。